はい、皆さんこんにちは。今日はですね、7月のお気に入りをご紹介したいと思います。ちょっとね、1点だけなんで簡単にサクッと説明していきます。はい、7月に買ったのはこちらのコットンツイルキャップです。これはビューティー&ユースで買ったんですけど、ベイサイドっていうブランドのものです。まあ一見こう無地の普通のツイルキャップなんですけど、このベイサイドっていうブランドはカリフォルニア州でベーシックなスポーツウェアやデイリーウェアを生産しているブランドらしいです。最初はここになんかワンポイント刺繍が入ったようなツイルキャップがいいなと思ってたんですけど、なんか無地も意外といいなと思って、というか無地の方が最終的にはいいかなと思い、これを買いました。こんな感じで調節できるようになっていて、この調節ベルトが裏の見えないところにこう出ている感じで、まあ、ここを引っ張るときつくなったり、あと緩めたりすることができます。まあ、後ろにこういうねアメリカの国旗のマークがついてて、ちょっとなんか後ろ振り返った時にチラッと見えるのが可愛いかなって思ったのと、あとねこのツイルキャップは色の種類がすごく豊富で、他にもホワイト、ブラック、そしてこのグレー、ダークブラウン、ナチュラル、パープルがありました。でどの色も全て絶妙な色合いですごく可愛かったです。まあ、こういうツールキャップはどこにでもあるかなと思うんですけど、そういった色の種類の豊富さとか、あの可愛い色が揃ってるっていうところがすごく魅力的ですね。はい、ちょっとね今自分の持ってるツールキャップが一つ壊れてしまったので、今回この機会に購入しました。もうねすごい日差しが強くて、帽子なしではお出かけできないぐらい眩しくて暑い日が続いてるので、気になった方はぜひ店頭に行って見てみてください。はい、というわけで今日は短いですがこちらのツイルキャップをご紹介しました。最後にちょっと残念なお知らせがあるんですけど、この毎月上げている何月のお気に入りっていう動画なんですけど、ちょっと今後お休みするかもしれなくて、あとその お気に入りがある月とない月っていうのが出てきちゃうかもしれないんですけれども、まあ理由としてはちょっと服以外にも出費がすごい最近出てきてしまっていて、あまりこうねお洋服買ってないんですよね。それがちょっと理由で、あのコメントでね楽しみにしていますっていう方もいらっしゃったので本当に申し訳ないんですけれども、そういう理由でちょっと今後少なくなるかもしれないです。ごめんなさい。はい、ということで今日の動画が良かったよと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからセカンドチャンネルの方もありますので、こちらも興味ある方はぜひ登録お願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。